こんにちは。昨日はオルガン坂ありがとうございました。昨日ね、やば、声やばくない？オルガン坂に出たんですけれども、ちょっといろいろねありました。マジで今回のはみんなに見てほしい企画です。YouTube で見てください、見てない人が。私とひなこが騙されたドッキリ企画だったんですけど、もう本当にびっくりしました。もう私途中から泣きそうになって、なんかもうどうしたらいいか分かんなくて、なんかもう本当に放送事故だってずっと思ってて、もうみんな知ってたと思ったらすごいなんか恥ずかしいわ。けどまあそういう企画か。ナナセが泣いた時こっちも泣いた。なんか昔お世話になってた、昔っていうかちょっと前にまでお世話になってたマネージャーさんが見ててくれてて、ガナッシャーの涙で私も泣きましたってマネージャーさんからも言われた。本当に、なんか途中で気づく、私もさ冷静になったらなんかおかしいなって思うけど、もうその時はもうなんか全然そんなこと考えられなかった。普通に考えたらだっておかしいじゃん、あんだけさインスタライブで普通に喋ってたのにさ、いきなり。いきなり。本当にびっくりした。演技も上手だった。演技もびっくり。だってさ本番中に、で確かにさ、なんか楽屋の時はちゃんとね、研究生は携帯触れないんですみたいな、あそういえばそういうルールあったねっていう話をしてて、えなんで本番中に持ってくるのって今考えたら不思議だわ。なんで楽屋で使ってないのにさ本番になってる。いやもうあれは本当にね、みんなに見てほしい神企画。みんなからしたら神企画、私からしたらもう地獄の企画なんですけど、みんなからしたら神企画なので絶対に見てください。なんせかわいそうにかわいそうでしょ。あれはなんか
でもまあさ、なんかたまにいるじゃん、ああいうちょっとあんまりさ、もう本当に緊張しちゃってあんま喋れないみたいな、そういう子本当にたまにいるから、あ、そういうタイプなんだ、でも二人ともそうなんだと思ってびっくりした。私まださ2回目見てないんだけどさ、2回目見たい。あの太田さんがなんかさ、コメントも面白かったみたいな言ってたから、コメントを見ながらさ見たい。なぜ絶対泣いちゃうと思った。でもなんか私本当にメイクのシンデレラルームの時からなんかどうしたらいいか分かんなくて、めっちゃ涙出そうになって、憧れの先輩の乃木坂とかでもね、なんか私がねもらった台本にはね、そうちゃんと書いてあって、なんか2人とも柏木由紀さんって書いてあったかな、なんかそう他の2人ともか忘れたけど、どっちかが柏木由紀さんって書いてあって、でなんかちゃんと細かく書いてあった。だからさ、まあ、別にそれはいいんだけどさ、憧れの先輩で全然 AKB じゃないっていうのはいいと思うんですけど、面白いし新しいから。もう私が一番びっくりしたのが、スマホと、スマホ触ってるのと、あとなんだっけ、あとあ、電話かかってくるのもおもろかったし、あ、そう、箱の中身、箱の中身の時もなんで入れないのって思って、私たち頑張ってさ、てかなんかひなこと普通にさ、私たちはあの知らなかったからもちろんだけど、箱の中身前回カエルだったらしいよって話してて、え、じゃ絶対カエル以上のもの来るわって思ってたの。だからなんかもうそっちの方がパイナップルでよかったってあの時はね実は思ってた。イグアナ、え、本当にイグアナ、なんかねあったかかったの。多分さ、ずっと入っあそこにパイナップル入ってたからさ、冷房の熱とかが入ってなかったからだと思うんだけど、ラーメン食べる前に AKB ってこんなことするんですかっていうのはなんやねんって思った。おもろい。じゃあ私もあんなにさ激辛ラーメンめっちゃ楽しみにしてたな、あのあロケ頑張ったから対決楽しみにしてたのにさ、もうあんなかけなくてよかったよ。じゃあめっちゃ頑張ったの。だってあの後本当にちょっともう胃薬もらったの。なんかそのお店で28丁目、でもあのラーメン本当に美味しかった。アフリさんっていうところの有名なラーメンなんだけど、この28丁目っていうのを頼むと、なんだっけ、28丁目っていうのを頼むとね、胃薬が最後にもらえるので、その胃薬をもらったんだけど、それでもちょっともうお腹もねびっくりしてたし、耳も痛くて、え、みんな食べてほしい、あれは
食べてください。そう、28丁目食べた人は絶対胃薬がもらえるんだって。こいつらなんやねんって思わなかった？思ってたでしょ、それはずっと。もうずっとマネージャー探してたもん。やばい、マネージャーに言わなきゃ。でも私怒れない性格だからさ、あんまりなんか多分うち私とひな子はあんまりそういうのね言えなくて、どうしようどうしようってなるタイプだから。あれ、他のメンバーだったらマジでマジで放送事故になってた可能性あります。よかったのかわかんないけど、そう、ノア君もめっちゃ上手でさ、なんかノア君も多分ちょっと私たちの、多分あれだよね、バレないように、あ、緊張してるのかなみたいな言ってくれてたじゃん。そうだからノア君の演技もなんか、騙されたわ。でもあのなんかほっとした涙だった、本当に、へえ、よかったと思って。うん、ほっとした涙でした、本当に。水曜日のダウンタウンの企画っぽかった。確かに、やった。ちょっと逆ドッキリしたいな今度。ひなこちゃん切れ気味じゃなかった？え、もう私もひなこもちょっと切れてました、内心。切れてるっていうか、なんか呆れてた。でも、あ、なんかその時はまだ知らなかったから、いや本当に会話とかも全然したことなかったからさ、あ、柔軟な規制って、あ、こんな感じねってね、ちょっと思ってたの。ちょっと悲しくなっちゃった。でもよかった、やっぱそんな子たちじゃないって分かってたよ。話は逆ドッキリ仕掛けたら途中で申し訳なくて泣いちゃいそう。そこまで私心優しくないです。やるときはしっかりやるんで。どの辺で変だなと感じて、もうなんかそんなん考えてる暇なかった、本当に。変だなって感じる瞬間なんて
もうやばい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 よやばいよって感じだった本当に。あれが本当だったらファンやめる。うん。あれが本当だったらね、うん、もう誰も応援してくれないよね。でもそんなことないです。二人はもういい子で、いい子です。なぜか大縄跳びは頑張っててバレた。それな、みずみんの配信みたいなギャップでびっくりして、え、言ってた、なんかめっちゃ喋る子なんでしょう。わざと引っかかった、わざと引っかかりました私。なんかこのままだと全部勝ちそうな気がしたからやばいと思って、え、わざとだよ。ああ、もう本当に楽しかったわ。でもなんか今考えたら、ドッキリない方が良かったいや今度は絶対多分普通の企画やるから大丈夫です。あ、え、本当に罰ゲームなくてよかった。私たちはそれを一番、もうそんな最後さ終わる時さ、もう17期のことなんて忘れるくらい、どうしよう、なんだろうってずっと考えてた。そう、オルガン坂毎回ねすごいんですよ。多分今度は騙す側あると思います。やりたいです、とっても。
17期昨日は平田由紀ちゃんと水島美優ちゃん、外のファンもバレないようにするの辛かった。普通に見てたらバレなくない？岩田ちゃん配信見たらめっちゃ喋ってた。そうだ。サザメイクの時は普通なの。そう思った。なんかサザメイクの時だけ普通にさ、なんかめっちゃ喋るじゃんと思って、よかったって思った。面白かったです。一周回って、今も泣きそうじゃん。全然泣いてないです。涙の一粒も出ません。今は皆さん、今日はライブです。18時くらいから夏爪ライブ見てください。なんか配信ないんでしょ？配信がないとお聞きしたんですけど、来てくれる人だけでしか見れないですね。配信あんの？配信あるのか。配信あるらしいです。よかったよかった。最後まで私たち出ますというか、まあ最後ですよね。ステージが一番最後もグランドフィナーレ的なのも出るのでお楽しみに。嬉しい、めっちゃ楽しみ。昨日リハーサルして、また今日もリハーサルして、あとリハーサル、そうしてた昨日。あ、今日バチ恋も放送か。あ、パジャマのやつですね。見てください。他に豆降ってる。そうなの？マジ？マジですか？
去年も雨降ってたよね。いいえ。今夜はチームメイト大発表配信あります。お、今日ですね、ついについについに今日です。楽しみに。お二人とも優しくてとゆきちゃん配信で、嬉しい。優しいですね。そう、ゆきちゃんともお話ししました。本当はキャッチフレーズあるんだって。なんか今日の天なんだっけな、なんか聞いたんだけど忘れちゃった。7月って7だから勝手に7歳の月だと思ってる。7歳の月です。バトンやってたのにやってないっていうのもすごかったね。オープニングでヘッドホンと目隠しは変だと思わなかったそういえば今考えてみればそう思ったけど、その時は何も思わなかった。あのヘッドホンから何が流れてたのそこ気になる。普通の音楽でしたよ。洋楽でも何の音楽か分かんない。なんかガシャガシャ流れてた。結構爆音だったからね。あ、そう、あのね、ひなこの手握ってたのは私、暗所恐怖症、多閉所恐怖症があるから、あれめっちゃ怖いの。だからひなこの手を握ってました。そうだからね、もう始まる前からずっと 手握ってた、ひなこの。今日髪型どうしようかな。夏止めライブ、
太田さんいつもと話し方違うなんて。え？いつもあんな感じ？でもちょっと怒ってる感じはし、怒ってる演技はしてくださってたけど。ポニーテールは前回したので違うのにするかも。違うのにするかな。でまだ決まってません。悩み中。ポニーテールねやっちゃったんだよね前回。あのなんかでアットジャムじゃなくてアットジャムだっけ、アットジャムだ、アットジャムで。なので違わないですか。決まる時メイクさんとかにアドバイス。うん、じゃあ皆さんあとは会場で楽しみましょうということで、そろそろランキングを読みます。13位は台湾のチアホンさん、ありがとうございます。12位はアマグリドアートマークのラレンジャーさん、ありがとうございます。11位はマボロシさん、ありがとうございます。10位はホアンさん、ありがとうございます。9位はキャスパーダイクンアートマークマカハリのラレンジャーさん、ありがとうございます。8位は地上寺ヒカラットマーク中西夜会さん、ありがとうございます。7位は現代ショールームアットマークのラレンジャーさん、ありがとうございます。6位はネコトラメアットマーク四条おっぱさん、ありがとうございます。5位は石のりアットマークのラレンジャーさん、ありがとうございます。あ、4位はパンダアットマークのラレンジャーさん、ありがとうございます。3位はトータンアットマークのラレンジャーさん、ありがとうございます。2位はケナアットマークのラレンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋アットマークのラレンジャーさん、ありがとうございます。それでは配信見てください。あとあのあれもねお願いします。バイバーイ。